さあ今回もファウンダーフォーチュン続きやっていきましょう。さあ前回ですね、畑が完成して、食料ポテトしかないですが、これがね、取れてます。まあ、キーバーはこれでいいのかなと思うので、秋をね待っていきましょうか。で、食事する際に、まあ、今はねここから取ってってテーブルで食べるんですけど、これからキャンプファイヤーで調理したものを一回ここに運んで食べると思うんで、ダイニングを作ってそこでね食べたいなと思うので、まずはその場所を作りましょうか。結構使うので、こうかな。テーブル2個くらい置ければいいね。で、1人ちょっと病気なんですよね。病気というかアレルギーかな、アレルギックリアクション。病気なのかな。前ポイント使っちゃいましたからね。ドレッサーと花とりあえず置くか。ドレッサー一番ちっちゃいやつ、20ウッドね。ドレッサーで花、よし。で、次300か。ゴブリンを殺す、任す、フルヘルス、回復するって意味だよね。あ、薬がないのか。ドクターいるんですけどね、まあ、作る薬がねないので。ワークのどれだろうね。これだね。これが薬を作る場所ですね。で、今そこに向けて研究してるんですけど、あと2回分先なんですよね。じゃ薬は買おうかなと。まあ、買うしかないんじゃないかなと思うので。じゃそこでやりますか。ちょっと寝ようか。彼女に関しては病気持ちなんでね。ちょっと。あ、でもなくなってる。よしよしよし、眠ろ。とりあえず、ここ回復してあげたいな。ドクターの力では治せないですからね。あの草とりあえず取ってこようかな。回復の草。君もいいでしょ。終わった。で、取りに行こう。君の仕事は、そうか、リサーチがなくなるのか。ここですね、この下の系統なんで。お、取れだけたね、ちょっと。あ、行くか、こいつで行こう。ダイニング作りと回復、今回それですね。回復はちょっとこいつが持ってるかだよね。ヒーリングポーション150、病気治すやつ3個か。ポテトだともう無理だな。150個売らないといけないね。病気か。まあ、レベルで治せるし、一回ここはヒーリングポーション買いましょう。これで、よしよし。治ってくれるかな？仲良くなる、仲良く。何してんの？ハグしてハグ。よっ。お、治ってってるね。じわじわと増えてます。よし。ハグして、トークして、いいよ。君別に今仕事はね、特にあっちじゃないからね。お、どうした？当てる場所がないのか。ドアじゃあこことここかな。よっ。出ていいぞ。よしよしよし、オッケー。これで、研究行って、秋に入りますね。ちょっと畑拡張してもいいかな。まずはでも、ダイニング作ろう。ベッドを変えるのもあったんで、ちょっと木余らせつつやろうかな。全員分変えるには100個いるんでね。あ、木ないじゃん。コットンも100くらいいるか。コットンだけでも取ってこよう。よし、みんなムードはいいですね。彼女も治ったし病人かのようにね、横に花が置いてありますけども。よし、ここで食べるには、木使うな。
まあこれを置いて入り口に置こうかな。こっち側置くか。でこの辺で食べるみたいな形どう？面白いな。なんかこういう支えを置いてそこに壁広げたら形なんか広がるかな。これはなんか家の隅に置くだけのもんだよね。それ帰らないんだね。みんななんかもう行動する時間がバラバラじゃん。こいつ日中寝たからか、まあ、ありがたいけどもちょっとねお腹空いてるんじゃないですか。寝るのか分かんないけどまず食べましょう。食べて寝よう。ゴブリン今倒すあったんでね。オッケーいいでしょ。切る。スタミナがあるやつでいこう。切る。あるね。切る。ゴブリン倒したい。せっかく回復したのにな。あ、来るんだ。こういう作戦無理。意味があればいけるのかな。よしよしよし。よっ。じゃあとりあえず寝ましょう。ちょっとそれ近いわ。お墓作ろう。お墓この辺かな。よっ。こうやってね腐朽が漂うんでね。でこの子はもう感知するまで寝てもらって、感知というとパラメータがマックスになるまでだよね。で持ってって、疫病の元ですから。あ、2人分入んの無理か。今度作ってあげようか。ゴブリン狩りやってほしいけどね。ゴブリンさんサイドでそういうのをしてほしいが。あ、帰ってきた。これもドクターの仕事なんだね。治ったのそれで。治ってなさげだけど、なんかまだあるぞ。出た、アレルギックリアクション。ベッドがそこまで良くないか。おっ、ダイニング完成しそうですね。テーブル、この格式の高いテーブルとどこかな。あ、こうでいいんじゃん。こう無理か、足んないか。こう並べておきたいね。さあ秋になりました。ちょっとファーミングの方もここでね、季節的に秋で最後なんで拡張しましょう。研究はしていただかないと。ここの次なんでね、メシクメディシンかな。やっぱあれがないとね回復しないからな。この子もうとりあえず寝ていただいて、ここでねマイナスで言うとついちゃってんのか。これが治るまでやって回復を待ってムードが下がらないように。これで今は回復なのかな。これ地道に回復するみたいですね。うんうんうん、なるほど。ベッド変えれる子いないかな。ウッドか、行く子がこいつしかいないからな。研究は大事ですから。あとは木だけなんでね。ファーマー残してこいつ行ってくるか。彼女感知待ちかな。やっぱムード大事なん でこれが赤振り切ると死ぬみたいですね。でもそれは避けたいもんね。君フォレスターとしてのレベルの方は、あ、ゼロですか。上がるじゃん。知らなかった。上がってんだね。自分で上げに行かないといけないんだ。スクーラーまだ無理か。ドクターまだまだ先だね。これでまあ多分切るのが早くなったりするのかな。なんもないですけどね。
can fight with a bow 弓で戦える、ミディアムアーマーを切れるなのかな。ゴブリン倒したけどね、彼女は関与しないからかな。また来るからいいや。お、めっちゃ取れてる、いいね。帰ってくるんだって。何、あ、スタミナか。それは悪かったね。感知したみたいなんで交代です。だ、彼一回も切ることなく帰ってきたね。経験値どんなもん入るんだろう。71でしょ。まあちょっとずつ1増えていくのか。ムードまだまだ低いな。よし、研究しよう研究。あ、ないのか。でもちょっと足痛めるんでね。ドクター普段することないんで、ドクターに取ってきていただいてかな。あ、できないか。ん？できないですね。資源が今取れないですね。今、ここができなくて42分間仕事ができないんだよね。それちょっと寝ようか。え、ドクターレベル1だっけな。で、君また下がってるな。疲れだけじゃない、ムードだから喋るか。起きたら喋ろう。で、ここで食べるようになったかな。まあ近いからね。問題ここで作ったもんですよね。ただ一個もないから、まあ作れるように、4から始めよう。誰かが気分直さないといけないな。バーンアウト。彼女か。よっ。ムードならもう話そう。これすることないんで話そう。はいはいはい、とりあえず。ムードよくする舞台ですよ。で、トーク。まあまあ木があるので、ちょっと建築は一回いいから。直すレベルはないので、彼女を寝させるか。ムード悪くなったら寝よう。そんな変わんないね。とりあえず寝て。よっ。誰だっけ、ローランド。あ、君もか。話そう話そう。コミュニティ大事ですからね。コミュニティあって仕事ですから。なかったら何もないからね。腹減ってる？食べよう食べよう。これ分かりますよ。お、使った使った。ただ、あれだね。ちっちゃすぎるんで。同時にやると。分かれちゃうので、まあその部分は。あ、そか、君腕壊してるやつか。仕事できない、みんな言うこと聞けないやつと腕やっちゃったやつとね、なかなか。え、君アレルギーでしょ。よっ。こいつだけなるんですよね。なんだろうな、これか。あ、ポテトダメじゃん。ポテトアレルギーじゃん君。じゃがいもアレルギー。なるほどね。え、じゃあ大体の食材がいるんだけど。うわ、マジか。今それしか秋作れないんだけどね。研究か、アドバンストクッキング。これお酒かな。でもないか。ベーシックメディシン。え、お酒系だよねこれね。で、パンプキンと小麦か。やっぱトマトも必要だったんですね。秋入っちゃっても無理なんで。じゃあ彼女冬春はアレルギーに悩まされながら。てか仕事できないな、そう考えると。アレルギーで減っちゃうんで、ポテトめっちゃ売って買うとかは無理だし、リンゴか。リンゴ取ってこればいいのか。これ複数座れんのかな。もう置いてみますけどね。やっぱ一人掛けのテーブルも欲しいでしょ。カフェみたいになってきたね。あ、いいねいいね。あ、当たんないか。
無理だね。よし、とりあえずダイニング確保からできたんで。よっ、君残り何分だっけ。30分か。ポイントちょっと上げてやってみるか。これは無理ですけど、これやるとねムード下がるんですよ。ムードというかここ下がるんで、それも無理だね。君の家にもこれが欲しいと。ちょっとレベル上げられないな。アレルギーちゃんと見た方がいいね。アレルギーは特にないか。アレルギー持ちは一人だけだね。よっ、てか働く人がこいつアレルギーで食べたらね、こう眠る羽目になるんで。でこいつ今働かないでしょ、今というか30分間。でこいつは今2分間働かないんで、やばいですね。そこで冬くんの、まあ彼は治るけど、この子はちょっとレベルで病気じゃないんだよねきっとね。てかそれこそさ、あれか、ないかな、薬置き。薬置きどっかないかな。あれこれ、あこれか、これヒーリングポーションはあるけど、あれ薬置き場ないのかな。いや関係ないのか。これだと思うんだけど、ね、病気でもないのか。怪我でもなそうだから、やっぱりドクターが治すやつなのかな。ドクターがなったのが運の月みたいな感じかな。まあ、この辺の倉庫系のものも置きたいけどね。木を切る子がちょっとダウンしちゃうんで。どうにかアレルギーか。じゃがいもアレルギーってあるんですね。よっ、あと1分ね。まあ、とりあえず効果確認しましょうか。ダイニングができたんですけど、まあ、これ食べるのは分かったけど、それ以外の問題もね、かなり出てきたね。この子には食料を。で、1人は、なんとかして治さないといけないと。で、前こういう怪我みたいなやつで、病気のやつを使った際に治らなかったので、まあ、誰かがね治せたらいいんですけど、彼の腕を治すことはできないと。あとでちょっとツール置いてくるか。それで終わりましょう。ツール使ったら腕壊れんのかな。これ働けない、無理か。こうなると彼だって研究さえもできなそうですもんね。リラックスか、リラックス。あ、ダンスあるじゃん、ダンス。最後にダンス見ましょう。腕の壊れた人間のダンス。